今回は名俳優、細川俊之さんについて紹介していきたいと思います。細川さんは1940年12月15日生まれで、出身地は現在の福岡県北九州市。血液型は B 型です。生まれは福岡県ですが、山口県下関市で育ち、高校を卒業後に、 学習院大学へ進学するため上京します。大学では演劇部に所属していました。その後、大学を中退して下関市に戻りますが、俳優を目指すため再び上京。俳優座の試験を受け合格し、第13回俳優座養成所に入学します。 養成所を卒業した後、文学座の研究生となり、無言な毒薬で舞台デビューを果たすと、若手二枚目俳優として人気を集めました。この頃の代表作には、シラノド・ベルジュラック・カモメがあります。1971年まで文学座に在籍し、その後フリーとなると、 主な活動の場をミュージカルに移しました。特に木の実奈々さんとコンビを組んだショーガールは1988年まで続くロングランとなったヒット作です。当時息がぴったりの二人の演技を見たファンからは交際を噂されるような声もあったそうですが実際は舞台で新鮮な気持ちで会いたいから という理由で、プライベートで交流を一切していなかったそうです。木の実奈なさんは、細川さんについてインタビューで、細川さんは親友のような存在。手を取るだけで相手の体調が分かったし、夫婦以上の存在だった、と話しています。その歌声から、千駄ヶ谷のアランドロンと言われた細川さん。 アランドロンとダリダのヒット作である甘い囁ささきの日本語版を中村明子さんとカバーし、曲中の独特な語り口調と美声が話題となり、これもヒット作となりました。その後もその美声を生かし、声優としても活躍。中でも劇場版アニメ、明日のジョーの主人公、 矢吹きジョーの最大のライバルであるリキーシュトール役を演じ、その渋い声で明日のジョーのファンを魅了しました。映画では演技力を活かし、映画、女手サソリ701号恨み節では冷酷な悪役を、ホームドラマ、ムーでは気の弱いチンピラ役をコミカルに演じるなど、ジャンルを問わず、 幅広く演じています。持ち前の美声と磨かれた演技力で多くの人を魅了した細川さんのプライベートはどうだったのでしょうか。細川さんは当時同じく文学座に在籍していた小川真由美さんと舞台シラノド・ベルジュラックでの共演をきっかけに1967年に結婚しました。 舞台で小川さんはヒロイン役を、細川さんはその恋人役を演じていて、役柄そのままの美男美女同士の結婚ということもあり、当時ファンから盛大な祝福を受けましたが、1973年に離婚されています。しかし細川さんは、その翌年に宝塚歌劇団出身のダンサー、 千夏木さんと再婚。千夏木さんは結婚を機に宝塚を引退されており、お二人のプライベートについてはあまり公表されていません。その後、細川さんはドラマや映画などで活躍を続けますが、1994年に痙攣発作に襲われ、ミュージカル ラ・カージョ・フォールの主役を降板しました。翌年には糖尿病と診断され入院となり、出演予定だった映画ゴジラバーサスデストロイヤも降板。同年には脳内出血で倒れました。体調の悪化もあり、メディア出演を控えるようになった細川さんの最後のメディア作品は、 2010年に放送された西村京太郎サスペンス探偵サモンジ進む14でした。俳優活動を控える一方で、2004年からは大阪芸術大学芸術学部舞台芸術学科演出コースの教授に就任し、年15回ほど教壇に立たれていたようです。講師をすることになったきっかけは、 日本の演劇や芝居をもっと明るいエンターテインメントにしたいと、60歳を過ぎてから短い期間ですがアメリカへ留学されたことでした。2011年に自宅で転倒した際に頭を強く打ち意識不明となり、急性硬膜下血腫で細川さんはこの世を去りました。突然の訃報に、 ファンの方々はとても驚かれたようですね。また、不法と同時に、細川さんが生前に検体を希望されていたことも話題となりました。細川さんが希望した検体とは、大学の医学部や私学部で行われる人体解剖実験の材料として、自分の遺体を無条件、 無報酬で提供することを言います。そのため、お通夜や,やお葬式も行われず、ご家族のもとに仮装を終えたご遺体が帰ったのは1年8ヶ月後。お墓の前には舞台、ショーガールで着用されていたシルクハットが置かれたそうです。細川さんには、元妻である小川真由美さんとの間に、 娘が一人います。お二人の離婚後は、まゆみさんが娘のまさよさんを育てていました。まさよさんは、高校中退後、母であるまゆみさんの付き人などをしながら芸能界デビューをしており、まあという名前で、モデルや女優、音楽家としても活躍されています。二千十二年に、母、 小川真由美との40年戦争、ポイズンママという書籍を出版しました。その中で、母親である真由美さんから虐待や洗脳を受けていたことを告白し、世間を驚かせました。まゆみさんが多忙だったため、子育てに関してはネグレクトに近い状況で、が死寸前になったこともあるそうです。 二十歳の時に一度は家出をしたそうですが、母親からの過干渉で、うつ病とパニック障害を発症したそうです。この書籍の出版の際に、正代さんは、母親同様に向き合ってくれなかった父親に死なれて、すごく後悔しました。せめて母親と向き合うきっかけになれたら、と語っています。 離婚後、細川さんと正代さんはあまり交流がなかったようですね。さて、細川さんは生前、育成ゲーム、シーマンのナレーターとして活躍されていました。シーマンの制作者のナレーターは芸能人がいいという希望で、細川さんが抜擢されたそうです。細川さんの甘くて渋い声が、 ナレーターにぴったりだと、ゲームファンの中からも高い評価を受けました。細川さんはその美声を生かし、シーマンの他にも、小倉百人一首を朗読した CD が発売されるなど、ナレーターとしても活躍されていました。過去の作品から細川さんの甘い声を聞き続けていたいですね。 最後までご視聴いただき、ありがとうございました。